全仏混合副発部位の加藤美優に相次ぐ賞賛の声、あんなことあったのに、やはり勝利の女神は微笑んだ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。菱形テニス全仏オープン第12日2023年6月8日、パリローランギャロス。 混合ダブルス決勝で加藤美優、28位イコールザイマックス、ティムプッツ、35位イコールドイツ、組が4から6、6から4、10から6、10ポイントマッチタイブレイク、DM ビーナス、B& アンドリースクを下ろし自身初の4大大会制覇を果たした。 全仏での日本全員の混合ダブルス制覇97年の平木理科、22年の柴原英才、橋本創業、に次ぐ3人目の快挙。4大大会では34年ウィンブルドンの三木達義、99年全米の杉山愛を含め、史上5人目となった。 試合後、表彰式に臨んだ加藤は時折涙声になりながら、ここ前は精神的にも大変でした。ここ数日特に大変でした。女子のダブルスからいろいろなことがありましたが、関わってくれた選手、コーチ、皆さんに感謝しています。と、女子ダブルスで失格になった後の苦しい胸の内を吐露した。 そして、皆さんのポジティブなエナジーをもらって頑張ることができました、と感謝した。問題の試合は3日前。第2セット途中、ポイント間に相手コート側に送った球がボールガールを直撃した。加藤は強い球を当てていないとの認識で、準々決勝後の会見はショックを引きずり涙して中座。 失格を不服として4大大会側に提訴し、他選手からも失格を疑問視する声が相次いでいる。主審が一旦出した警告に抗議したことで批判を受けた対戦相手は反論している。一方でテニスのプロ選手協会は不当な判定と加藤用語の声明を発表。剥奪された賞金とランキングポイントの扱いについても、 大抵でも賞金とポイントは戻すべきとしていた。失格の悔しさを見事に晴らした加藤に対し、ネット上では優勝おめでとうございます。女子ダブルスであんなことあったのに、それを混合ダブルス乗り越えた精神力は賞賛に値する。おめでとう。やはり勝利の女神は微笑んだ女子ダブルスの不運がバネになったのか、ナミユさんかっこよい。 など賞賛の声が相次いでいた。菱形全仏オープンテニスはワーオーダー前日生放送。日本人選手の試合はワーオンデマンドで全試合ライブ配信。加藤美優、四大大会開発制覇に歓喜の涙。チャレンジングな日々で精神的にも大変でした。全仏混合ダブルスで優勝。菱形テニス、逆三角全仏オープン、第12日8日、パリローランギャロス。 混合ダブルス決勝で、加藤ミ優・ザイマックス、は、男子のティムプッツ、ドイツ、特ミ・ビアンカ・ランドレースク、カナダ、マイケル・ビーナス、ニュージーランド、組を4-6、6-4で迎えたマッチタイブレイクを10-6で制し、4大大会初優勝を飾った。 全仏同種目の日本勢では、昨年大会で柴原栄才、橋本創業、ガダ男子のコールホフ、オランダ、と組んで頂点に立っており、2年連続優勝。4大大会では、過去に1934年ウィンブルドンの三木達義、97年全仏の平木理香、 99年全米の杉山愛、22年全仏の柴原が勝っており、史上5人目のグランドスラム制覇となった。表彰式で加藤は、パートナーのティム、ありがとう。一緒にプレイできて最高でした。いつも支えてくれて、応援してくれて、励ましてくれてありがとうございます。コーチにも感謝しています。と、声を震わせ涙。 いつも一緒にいてくれて一緒に頑張ってくれてしんどい時も一緒にいてくれました。ここまではチャレンジングな日々で精神的にも大変でした。皆さんのポジティブなエナジーをもらって頑張ることができました。ありがとうございます。と感謝した。またパートナーのプッツは、ミユ最高でした。ここ10日間本当に大変でしたね。この優勝で元気を出してくれればと思います。 お互いにこの瞬間を楽しみたいと思います。今後も頑張っていきましょう。みんなが応援してくれて本当にありがたかったです。とスピーチした。加藤は今大会の女子ダブルスで打った球がボールガールに直撃し失格処分を受けた。大きなショックを乗り越えて歓喜の瞬間を迎え、女子ダブルスでペアを組んだアルディラ、ありがとう。我々は失格処分になったけど、 全力を尽くしました。また女子ダブルスで頑張りましょう。そして女子ダブルスで対戦したペアにも、また良い試合をしたいと私は願っています。と語った。放置新聞社。